On FM さあ時刻は四時を回りました三月の十三日週明け月曜日アジクータラジオアジラジの時間ですお相手は DJ モーリーとさきでお送りしますさあ月曜日ですけれども、はい、あいにくの雨ですねねえ なんか、一週間前の月曜日も、雨だった記憶があって、はいあ。雨でした。そうですよね。はい、いや昨日はめちゃくちゃ晴れてて、うん、洗濯物なんかもね、干せた日曜日だったんですけど。あれ、ね、ぽかぽかしてましたね。なんでしょうね、この天気の変化ね。まあでも、今日から何日か崩れる、うん。 みたいですやなんかこう最高気温見てみると23度なんですけど、はい、なんか雨が降ってるせいか、うん、ちょっとこう手先足先が冷たくなるようなねあ確かに肌寒さがありますけれどもまたあなたはもう髪切って。あ分かっ いやもうちょこちょこね <laughs> 前から後ろから <laughs> い,いろんなところこうチェックされてますけども <laughs> もうあれですか1か月に1回ぐらいはいあそうですねもう気になったらすぐ行きます<ー>もう1か月と言わずもしちょっと半月経って、うん、なんかここおかしいなと思ったらもう気が済まないのですぐ行きますあもういてもたってもいられなくなってななる同じ美容室ですかもうずっとおいしあ、まあ、でもあの 他のサロンいつも行ってる美容室さんもちろん行くんですけど他のサロンさんからちょっと、うん、まあモデルをやってくれませんかっていう依頼があれば<ー>そちらに行ってっていうこともあるので、うん、ここ23ヶ月は転々としてたんですけどそうですねあの今日行きつけのそのお店に久しぶりに2ヶ月ぶりに行って、うんうん、久しぶりもう来ないと思ったって言われて。 <laughs> っていう流れがありましたなので、まあ、行きつけはあります、ね、なんかこう行きつけのお店なんかね行くととってもこう安心感がありますよねそうですね落ち着くというか。うん、で、うん、やっぱりあの好みとか分かってくれてるのでうん、うん、もうあまり説明をこう,こうやりたいっていうオーダーの説明しなくても。うん ここでねいつもこうだもんねっていう感じで分かってくれてんだそうなんですよその点もやっぱり安心感はありますよねはいはいはい確かにそうですよねありますかけいやもう10年以上かなずっとお願いしてるところがあってそこに行くんですけどもうやっぱりこう頭のなんていうのかゆいところだったりとかこの頭洗う時の温度だったりとかいろんなことなんか熟知してもらってますねそこまですごい かゆいところも知ってもらってるんですか。もうもうだいたいあのこっちかゆいですよねみたいな。あー 森さんの痒いところってことです。よねそう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 。これ。え、頭ですよ。頭の。あの足とか、そんなとこじゃなくて。そのシャンプーしてもらってる時の話ですからね。ですよね。はいはいはい。すごい。はい。であの話題なんかも、あの毎回、だいたいこんな感じというか、パターンがあるんですよ。映画最近何見たとか。おしゃれのお店、最近見つけたとか。なんかそういう話しながら、近況お互い報告したりとかね。はいはい。まあ、なんかこう。行きつけの店でもあるんですけど。 家族のような感じの。<ー>そんな美容室ですかね。アットホームなんですね。いいですね。うん、うん。で、はい。 け今日のテーマはこのあと1曲流してからお届けしていきたいと思います。今日長官休みでさ昨日の WBC の活躍の様子がね、紙面にどれだけ乗るかな楽しみだったんですけれども2次ラウンドが昨日スタートしまして日本対オランダ戦ということで視聴率が32%かな。最高視聴率ねねねすすすごごいいでよ見てた 私もちろん見てました<ー>あのその前に先週の今頃かな特番みたいなのやってたの分かりますか名場面集みたいな2009年のあの一郎の今までのやつ<ー>でそれに影響されて<ー>いやこれ見るしかないでしょっていう。 流れかかからのの機能だったのででは野球とか見ないんですか私あのマネージャーやってたんですけど、うん、マネージャー以来はちょっと見る機会なくて<ー>離れてたんですよ一旦。もともと好きではあるんですけど、うん、あまり見なかったんですけど、うん、その選手の特番を見てまた再燃して好き、うん、が再燃しての昨日の流れだったので、うん、ちょっとなんか懐かしいこの何でしょうスコアのこの。 バッて並んだ時になんに打率とか見るとあそこはこれ書いてたなっていう懐かしい数字見たりとかそうそうそう、えー、なのでまた新たになんちょっと新鮮味があって、えー、なんか新しい楽しみ方を昨日はできたのであそうですかそうそう WBC ってこんな感じなんだっていう普通のプロ野球の観戦はするんですけど。うん もうそれこそ甲子園とかでも WBC 初めてだったのでね<ー>面白かったですねしかもいい試合でしたよねいい試合でしたよ<ー>またこの辺の話もねディスナーさん交えて、ね、やっていきたいなと思います、はい、アジクヨタラジオ月曜日今日もこの後5時56分までの放送です もう wbc の話をしたらですね。はい、この曲しかも出てこなかったです。<う>スーパーフライで魂レボリューション。 アジクルタラジオ月曜日今日のオープニングはスーパーーパフライで魂レボリューションをお送りしましまたこの放送はお母さんの幸せそれは家族の幸せアイレディスクリニック株式会社ティーダカンカン不動産株式会社上心組以上各社の提供でお送りします。 さあ、雨の月曜日、FM 小座上空もですね、ちょっとこう、パラパラと小雨が落ちてきているようですけどもね、なんか一日中ずっとこんな雨のねえまあ予報というか、午前中からこの時間にかけて、雲とまた雨が落ちてますけれどもね、いやー、もっとなんだろうな、週明けなんで、できたらこう、太陽がね、出てて、うん 春だだなっって思わせるたら嬉しいですけどね昨日のようなねぽかぽかした陽気であればいいんですけど毎週このトークしてますよんか雨だねみたいなんだろうね週末にイベントごと多いじゃないですかで雨降ってたイメージもあったんですけどんだろうな今年はそんなにドバッて降る雨は少ないけれどんかこう週明けとかね多い気がしますね。確かに いやあの昨日は WBC の、うんえー、試合に熱中された方も多かったと思いますけど、はい、僕はですね、うん、あのお昼ぐらいかな、んふんふんガキつかのはい、はい、放送やってまして、<laughs> え昨日沖縄が、まあえっと昨日のお昼からと、はい、で今日の2時過ぎぐらいですかね。はいはい <laughs> そうなんです2日にわたってっていうことで見てたんですけどもう笑いますねやっぱりねいやもう面白いっすよねうんどこで誰が出てくるのかとかあこのおばはんこういうシチュエーションに出てくるのかとか毎回予想を裏切るというかあれですか笑ってはいけないですよねそそそそううううやってましたねえ二2日連続見たんですかえっとね昨日だけ見ましたけど申告の準備しながらそれやりつつはいはい うーでまあ申告途中みたいなね、うん、ところですけれどもど確定申告も3月の15日は、うん、いよいよあさってまでとなっております、うん、はい、はいえー、まだお済みでない方お早めにというところですけれども、ね、やっぱりいっぱいしてるみたいですよああやっぱそうですよね、うん、なんかあのー、そのめっちゃ朝方から早めに行って並ぼうと思って行った子も、うん、もうみんな同じ考えだったみたいで、うん オープンする前からめっちゃ並んでたって言ってあ<ー> <laughs> どこ行ってもそうなのかなってぐちぐちしてましたけどね、うん、そうかも <laughs> そうなんですね、うん、この,このだろう締め切り前ってやっぱ並ぶんですね、まあ、あのおっしゃってましたやっぱり税務署の方々も<ー>やっぱりこの3月の最終週っていうんですかね、うんうん、この確定申告の週明けとか特に。うん いっぱいしてますって言ってましたね,、うん、ねそうなんですねもう夜中までずっともう起きて領収称いろいろ称号してたよみたいな話もしてたんですけど、うん、なんかそんな話してたらあ大人になったねっていう話を <laughs> <laughs> してました <laughs> もうじゃああなたはその辺大丈夫でもいやギリギリあギリギリ全然全然 <laughs> ギリギリ肌そう私前言いましたっけああもう分からなすぎてああもう 知ってる詳しい友達に聞いてってやりたりやってて分からない漢字が多すぎるからまずそこの,あの内容を理解するのから始めてるのでめちゃくちゃ時間かかってるっていうお話をしたんですけどなんか 4, 4文字連続の漢字とか超多くて結構多いですよね。そうななんてのこれみたいっていうのが多くて私はそこのレベルからスタートしたのでまだまだですね。まあでもあの毎年その確定申告書のいわば用紙書類が届くでしょ 届かない場合もありますよ、ねまあそういう場合はね、あのーうん、役所行ったりとかですよね商工会議所行ったりとかしたらいいんじゃないかなと思いますけどす、ね、その中で結構こうこれはこういう意味ですよみたいな。 ちゃゃんんと書かかかれれてますすけどななああ何もるじいで長いからもう本当にもうはあって中間ぐらい部分ぐらいではあってため息ついてコーヒー飲んだらもういいやってなってしまうっていう誰かね解説がいないとねそそそそうううう難しいんですよね。なんか熟成になった気分になりますああ勉強してる感じだ。確かにな。まあでもね締め切り15日なので。さあ「あじくうたラジオ」月曜日ですけれども今日の番組のテーマは「熱中している熱中した」。 こちらでメッセージを待ちしています。はい、メールは 761@fmkosa.jp、761@fmkosa.jp でお待ちしています、えー。ツイキャスでまたコメントもいっぱい曲が来てます、うん、あ、メールが来てますけれども。<い>えー、お、髪切った。お、可愛い,いなっていうコメントが入ってますね。あざすみやちゃんさんかな。いつもありがとうございます。はい。 すぐ気づいてくれるんだよね。ねそれ以外はですね、これ僕に対するクレームが届いておりますので、うん、<laughs> これはあの割愛させていただきます。読みましょう。え、読も,読もう、読もう。いやもうこれ読んだっても始まらないですから。青の軍団さん、さすが変化球司会者。で先ほどのオープニングの曲。この曲サッカーのテーマソングだけどね。いやもうだからもう、ね、<laughs> だからこの話としても、さっきの話ですから。<laughs> はい、そうです、ねもう。もう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 。<laughs> 二十も三十もなっちゃいますからね。<laughs> そうですね。はい。なんか今日、すごい、あれですね。何ですかひ開き直り具合が。今日ですかはい。いや、そんなことないですよ。私からすると、なんか、割と変化球レベルなんですけど。あ、そう。はい。今の上手くないですか何が今の言葉の入れ方。上手くないですかわからなかった。<laughs> <laughs> クソーマジかーいすみません、クソとかって話じゃないですからね、うまいこと言う、あるじゃないですから。<laughs> 失礼しました。はいえー、などなど、サスケさんからかわいいとかね、はいあ、ありがとうございます。今、ツイキャスで見てる皆さんからのコメントもたくさんいただいております。はい、えー、今日の番組のテーマ、熱中している熱中した、こちらでメッセージをお待ちしています。さあ、時刻は4時17分になっています。続いてはメッセージのコーナーです。 さあ今日もやってきましたメッセージのコーナーです。このコーナーはアイレディースクリニックの提供でお送りします。えー、昨日の琉球新報の長官の中ですけれども、<ん>29面、一暮らし面の中から紹介していきます。県立浦添職業能力開発校エクステリア化を修了した与那原町の町田ニーナさんが今年の春、建物の壁塗りなどを仕上げる盛んとして社会人としての第一歩を踏み出します。 中学新卒者の就職は一般的に厳しいが、マンション建設などを手掛ける東京の会社の内定を認めたということです。町田さんは、塗る作業が好き、男性に負けないように頑張りたいと一流の建築女子を目指して爽やかに語っています。町田さんは中学校卒業後、すぐに高校に入校。一番興味を引いた左官を学べるエクステリア化を,ア化を選,び選びましたということですね。 えー、積極的に資格取得を進める中町田さんも盛んの産休技能検定への挑戦を決めました苦手な筆記試験には朝早くから放課後まで職業訓練指導員の宮城さんらが付き添い対策を進めていましたえ繰り返しやるとできるようになり楽しくなったと手応えを深め見事合格を勝ち取ったそうです宮城さんは一人前になるには数年かかるが 真面目に取り組む町田さんならきっと成長すると期待をかけます16歳の愛娘の独り立ちに本人が選んだことだけどやはり心配だという母ゆき子さんの横で町田さんは左官一級も取りたいと気負いのない笑顔を見せていたということです、はい、ということで「うんえー、裏添い職業能力開発校終了」の現在16歳の女の子町田ニーナさんの話題を紹介いたしました、はい もう盛んって言ったらねあのこのコンクリートとかをこうあの道具がパッとこう出てきますけれどもはい、はい、うもう塗る作業がとっても大好きで男性に負けないようにこれからもこの道を目指してね一級目指して頑張っていきたいということらしいですね。うんえー、なんか建築女子って初めて聞きましたしんか最近全国的にも増えてきているみたいですね。テレビでも 建築女子っぽいありまれ見たあっえー、今女子でも男性がやるお仕事やるんだって思,思いましたもん。なんかあの力なんていうんですか力仕事というか体力勝負のようなお仕事のはい、はい、イメージがあるし、うん、ああもちろんその通りだと思うんですけど、うん、やっぱこう女性がしか気が付かない細やかなところとかあの細かい作業なんかもねできていくんじゃないですか今後。そううですよね、うん 裏、えー、添え職業能力開発校終了、左官女子夢へ第一歩、えー。昨日の3月の12日付の琉球新報の長官、一らし面の中から紹介いたしました。メッセージ、このコーナーは、アイレディースクリニックの提供でお送りしました。 さあ3月の13日月曜日の「アじクうターラジオ今日の番組のテーマは「熱中している熱中した」こちらでメッセージをお待ちしていますラジオネームこれはいきましょうジェームスさんかな今日のトップバッターですーモーリーさんサーキーさんこんにちは元気にしていますか久しぶりに投稿しました先週は旅行に行って無事に帰ってきましたよということで東京に行ってきてみたいですね えー、女子バレー木村沙織選手の引退試合と、うん、WBC 開幕戦の、えー、日本対キューバ戦を観戦してきましたいいやっぱりスポーツ観戦は楽しくビールが進む進む、うん、また旅行の際には観光とセットで行きたいなと思っています、うん、お二人は県外でのプロスポーツの観戦とかってありますか、はあはあ、ラジジオネームジェームムェスささんん、はあ、はいはい、ありりがとうございますありますすかモーリーさん えっとプロ野球かな。あ、あるんですね。へえ。ちなみに大阪ドーム。おお。これはどういった試合だったんですか。大阪ドーム。はい。近鉄。どっち。今楽天じゃないですか。はいはいはい。オリックスだったりとか。金鉄バッファローズ時代の時なので、もうだいぶ前ですね。そうなんですね。やっぱ。 プロ野球って私、高校野球しか甲子園しか見に行ったことないんですけどプロ野球と甲子園ってやっっぱ違いてありますかねプロ野球と甲子園違いなんかもうなんだろう、雰囲気がまず全然違いますよね。そううなんだもこの応援団のその一塁側、三塁側のやっぱ応援も違いますしでまた、ビールの売り子さんとかその辺のこの食べ飲みの。ははいいあ 時というか、その辺の雰囲気も違うし。やっぱ違うんですよね。へえ。かったですよ。へいいですね。この現地で見るのと、うん、まあ、テレビ画面で見るのって全然やっぱ違うじゃないですか。うんうん、この躍動感とかも伝わるし。うん、やっぱ現地で見たら、もうその楽しさを分かってしまうので。じ、うん、ゃ、また次も現地でってなりますよね。やっぱなるでしょうね,ね。そう、甲子園、私、こや、大学一年生の頃かな。 甲子園にめちゃくちゃはまってしまって、うん、あの頃確かね高難が春の大会に出た時だったかな2010年ですかねそうですね、うん、もうちょうど高校卒業そうですよ2010年で智弁和歌山と確か対戦した回だったんですけどやっぱねこの生で見る島袋がイケメンすぎて島袋選手ね <laughs>、はい、島袋を島袋選手私も元をたどれば、うん、もう野球もちろん好きなんですけど、うん、島袋選手の大ファンになってしまってはいはいはいもう あのフェイスがドンピシャなんですよもうタイプもろ,もろー好みなんですよ<う>あの島袋さんがね、うん、ちょっと見に行こうよって友達に言って「うん、えお前の好みだけでお金出すの嫌だ」って言われたんですけど「いや野球はね」って言ってプロあ甲子園のめっちゃ良さをもう全然あの頃分かってなかったくせに「うこうでこうでさ」 ってこういう青春があってさ涙があってさとかって言ったらこの子もあじゃあちょっと見に行きたいかもってなってくれて<う> <laughs> ちょっと迷惑だと思うんですけどだったと思うんですけど一緒に引き連れて2人で見に行ったことがあってこれ甲子園ですか甲子園です<ー>そうそう島袋選手を見に行きたいがために行って結果生の島袋選手を見れたので大満足して帰ったっていうあじゃあ春の智の弁和歌山戦見ることできたんだ <laughs> できましたできました<ー>であのそう最初はそれこそ 選手を目的で行ったのに、うん、実際そのベンチで見るとやっぱこの楽しさ、高校野球の楽しさを、うん、がもう伝わって、うん、なんだろう、なんかあの緊迫感といい、うん、でその例えば高難があの先生のあ選考。 の時に地べ弁があえてわって行ってきたりとかしてこっちもブーってやったりとかしてなんか空気感がやっぱ全然違ったりとかするからそういった楽しみとかも覚えてしまって野球めっちゃ面白いじゃんってなって最終的には選手目的だったのにめっちゃ高校野球にはまってしまって無駄にグッズとかも買ってで過去の試合とかめちゃくちゃインターネットで見て,てうう野球好きになったきっかけもう。 多分あの試合見に行ったからって言っても過言じゃないかもしれない。まあ、あまりのこの会場の雰囲気だったりとか、す試合の凄さに。そう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 。<ー>あと選手がね、その、まあ、この時勝ったんですけど、自弁の選手がめちゃくちゃ泣いてて。うん、はあ、もう、なこの、なんか、感動のシーンっていうのもあって、うん、めっちゃ鳥肌立ったんですよ。だから、やっぱ、一試合一試合、みんな頑張って、で、勝ち残ったものが。 涙するっていうのもあるけど負けて涙するってシーンもこういうことなんだって思ったらいややっぱみんなすごいなと思ってなるほど意外とはですね野球好きっていうこと分かりましたね本当ですも県外に行った時に西武の埼玉ドームなのかな埼玉球場なのかなそこに行った時に西武で阪神戦やってて。 ちょうどこうセー・パー交流戦みたいにやってたんですけどもう僕昔はジャイアンツファンだったんですけどいろいろあってはい、はい、どこの球団が好きとかってなかったんですけどもうその球場行ったらもうやっぱり女子なんかもさスタンド席で今阪神対西武戦3対1負けてるでみたいなそんななんだろう情報を他他球団の試合の多分友達なんでしょうねはい、はい、今こうこうこうでこんなんなってるでみたいな感じで。 女子がやってるんですよそういういの<ー>あこれってもうまず沖縄ではありえない光景というか他球団の,その試合状況なんかそんなにねなんか気にするというよりも目の前の,その試合に集中しそうなんだけどやっぱもう生き慣れてる皆さんはその辺の情報を常にキャッチしながら、はい、今3階の表屋でそ,うだからそんなこと言ったりとかううピッチャーこいつやでとか,なんかそんなことを。 ちょこちょこ行ってるわけですよ。すごい。あこれ見てうわなんか違うなと思って。<ー>でセブのそんなファンでもないんですけど、そのセブのマスコットキャラクターのキーホルダーとかシールとか、はい、なんやかんやで買ってましたね。<ー> T シャツとかね。なんか買いたくなりますよね。なりますねこれは。しかもねまあこれも野球と違うんですけど、あまり好きではないバンドとかのライブとか、うんうん、アーティストさんのライブ行って。 まあそんな好きでもなかったけど行ったら行ったでめちゃくちゃ楽しんでしまって、うん、でそのアーティストのファンになってでまたグッズ買うっていうのこの流れよくありませんありますあります <laughs> ねもう好きになってしまうんですよライブ後はんかそう好きにさせてしまうアーティストもまたすごいなと思うんですけど生見ちゃうとねそうだめ<ー>好きになる CD とかねそのインターネットでダウンロードしたものの音楽よりもさらになんかプラスアルファでねよかったりもしますからね,、うんね えー、さあ、こちらも行きましょう。ラジオネーム、トマブンさん。はい<イ>。DJ モーリーサーキー、こんにちは。こんにちは。10日に確定申告行ったけど、うん、去年よりも儲けているから、所得税取られてさ。いや予期せぬ出費、死にいたい。うん。分割できないんでなんでよ。うん。さて、今から30年ぐらい前の小学生の頃、ビックリマンと筋肉マンがブーム。ほう。えー、どっちもハマっていたけど、なんとこの2つがコラボ。うん。その名も、肉肉リマン。<laughs> ニックリマンコンビニで108円だったかなヤしが全種類集める気はないな24種類ぐらいあったからさそれよかよ缶コーヒーの負けでも筋肉マンがあるからそれは集めたイエスさ詳しくは俺のブログのカテゴリー「筋肉マン」にも書いてるよ、えー、まあそのまま「筋肉マン」で検索した方が早いかなということでリ、えーえー、クエスト串田明「筋肉マン GOFI」はい、はい、ありがとうございます「ニックリマン」そんままやん <laughs> えっ 知ってましたあのね、はい、リスナーさんのツイッターか何かで見たへ<ー>、うん、え。ええっと筋肉マンとビックリマンのコラボですね、うん、コラボレーションニックリマンニックリマンそんなもんやし<笑><笑>めっちゃコラボってますね <laughs> 料金108円かまあまあ上がったね、まあ、そうですねへえ<ー>。今ちょっとねお写真にそのニックリマン載せていただいてるんですけど、うん <laughs> あこれがコラボされてるやつなんだえ筋肉マンはどれいないっすいえっ筋肉マンとビックリマンのコラボっていうことですねであえがこのこの人じゃあ合体したいや人ってことなんですかえっとね、まあ、アシュラマンとかバッファローマンとかいろいろいるんですけどこのキャラクターはもう筋肉マンからのものでお菓子だったりとか絵の,、はい、のタッチは,はい、はい、ビックリマンテイスト入ってますからへえなるほどそういうことなんだ<ー>へえ じゃあはまってたとだお菓子にはまる時期とかねーシール集めにはまったりとかあったかもしれませんねあこれって男の子あるあるじゃないですか、うん、なんか小学生の頃みんなな,なんだろうえっ、ー、とあの頃はね遊戯王かな遊戯王はいはい,はい、はい、カードカードそうそうカードとえっ、ー、とねポケモンのバトエンっていうバトル鉛筆がめっちゃ流行ってましたほ<う>それを メンズはみんな集めて、うん、なんか戦いみたいなやってましたよ。あっ<ー>たかもあったかもあったかもあったかも。なんかそう小学生の頃は、ね、めっちゃ無駄にそれをみんな集めてた気がする。だこの辺ね、男の人はなんだろう収集癖というか、コレクターなところあるかもね。うんねあるかもしれないですね。女性はね、なんかそういう何かを集中的に集めてるってイメージあんまりないかも。うんうん、あんまり、うんうんないですね。わかる人によるかもしれないんですけど、うんうん、私の頃は漫画。 単行本集めがめちゃくちゃはやってました。なるほどそれこそドラゴンボールとかアニメの単行本。そそそううう漫画ね。漫画でしたね。さあこちら、青の軍団さん。チースモーリー売れっ子 TV スター、へしき様。おとといのかな聖なる夜はどうお過ごしなされたのですかということで。確かツイッターで書いたんかな。んですよはいじゃあそこのコメントということで ノーコメント。ノーコメントなんならあの。私はツイッターの内容は。もう今日こそは。もう今日こそは。今日は聖なる夜なので。一人で過ごしましょうっていう内容をツイートしたんですけど。バリバリお仕事で一人になれなかったので。特にあの話せる話はないのでカットで大丈夫です。じゃノーコメント。はい。ええ、W. B. C. オランダ戦。俺のお家は。あ、俺の敵は家の中にいた。ええ、無事に。 ジーぐいされてチャンネル権奪われベッドでヒンチしていたら朝になっていた明日のキューバ戦絶対見ようやすさ負けないでもそこは青の軍団さんありがとうございますそうなんだいやあの昨日本当そうですよあの野球興味ない人からするとはい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 ダブルダブル私はライフ見るよとかああはい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 なるじゃないですかはいはいはいなりますねうちのオーバーがそれこそそうだうん 野球なんてもう絶対見ないあそうですかそうだからそのおかげそのせいでおばあはテレビを新しくまた一台買ってますからねえっとおばあちゃん大貞治さんの話をしてでこの WBC の以前の日本代表の監督もやってたんだよとかっていう「え?」とかって言いながらその教え子たちがみたいなくなりでチャンネル奪うとかね <laughs> 王さんで王さんでじゃあ王さんちょっとワードに入れてみましょうね、うん、おばあちゃんおじいちゃん世代は王さん世代なのかなと思ってますけどねあまあでも前その王さんの特集みたいな特番みたいなのやってた時に反応してたので、うん、あいやもっと好きになったねみたいな、うん、もしかして知ってるかもしれないので<ー>ちょっと今日実家帰るので行ってみましょうね、うん、明日お王さん <laughs> おじいのためにもはい王さん さあこちらも行きましょうラジオネーム MJ さんはいさい DJ モーリーサーキー MJ ですサーキー髪切ったのはかわいいからどんなヘアスタイルも似合うでしょうはいありがとうあとウィンウィンの時ヘアスタイル変えるのは分かるけど髪の色も違って見てるけど僕の老眼のせいなのかなうんカラーした疑惑がありますけれどもなるほどなるほどそういうことねあうんうんうん合ってる合ってる当たってる当たってる当たってるさすが もうカラーしたってことですカラーしましたね、暗くしました。はすごいいるでね嬉し WBC すごかった、勝ててうれしい夕飯の準備もできず風呂にも入れずずっと見ていました勝利の後変なテンションでその後のプロレス総選挙まで見たささっきの好きなプロ野球選手とプロレスラー教えてもちの論僕のことが一番だと思うけどねということでラジオネーム MJ さん。あ でも最後の1分はちょっと理解しかねる理解しかねますなるほど近年、本当にまれに見るプロ野球中継が押して別の番組がずれるっていうのが昨日あったじゃないですか今回は WBC ですけどもなのでその時間にマチカンティしていたプロレスファンの皆さんはたまめちゃくちゃ押して計4時間5時間か。 昨日プレイしてたの。やってました?。いやでも、数えたら。十一回までですからね。うん、五時間やってましたよ。あ、そう。すごいな、でも、でも、その後のこのなんかニュースとかも、結局生放送版。グミじゃないですか、うん、ニュースって。もう押すってことは、また時間がずれて押して、放送されるってことなので。うん、ニュースの人が可哀想だなってのが、ふと思ったんですよ。いや、でも、一昔前までは、これが本当にもう当たり前じゃないですけど。<laughs> <ん>今では、ね、そう、多くないじゃないですか、はいはい、時間が来ても。見の見の もうタイムリミットで次の番組にななるじゃないですで昔はもう延長、まあ、ジャイアンツがメインでしたけどジャイアンツの中継があるとこの後の番組はテロップが流れて何時から放送しますさら、はい、に30分をしてさらにまた遅れますのテロップがあってみたいな。 よくありましたよかったんですね、うん、私もプツっていうのしか見たことないので、うん、あ気になる人、かわいそうと思いながら次の番組楽しみにしてたから <laughs> 見てた派なんですけど<ー>昨日ばかりはもうありがたいと思いましたねはーやってくれるやってくれるんだみたいな。っていう声もあれば、ね、<laughs> <す>プロレスの早く試合,試合というかねあの名場面後とか見たかった方も多かったんじゃないですかね。ねーえー、サーキーの好きなプロ野球選手とプロレスラー、はい、教えてくださいということで。 プロレスラーはちょっと分かんないんですけど、うん、プロ野球選手はね私坂本選手がすごい好きって<本>前も話したと思うんですけど巨人,の坂本巨人の坂本がすごい好きでうん、うん、ちょっと年齢近いっていうこともあったんですけどそれこそねあの坂本がえ,えあれ何年前かなそうジャイアンツにいるじゃないですか、うん、でちょうど出始めでなんか女子からキャーキャーされてた時期ぐらいに、うん、私売り子の,のキャンプのキャンプの時期だ、うん、キャンプの時期に売り子のバイトして。 であの坂本が好きで<う>売り子のバイトまでしてで、えー、と巨人って大体ロバジルホテルに泊まるんですけどロバジルホテルまで行って <laughs>、はい、追っかけめちゃくちゃするぐらい好きな時期がありました、ね、<う>あの、まあ打率もそう打線めっちゃいいじゃないですかだし WBC ではキャプテンですよね、うん、もう,そ,うそれこそもうやっぱかっこよく見えるじゃないですか <laughs> あのー、島袋投手と坂本選手がいたら、はい <laughs> どっちにサインお願いしますかいやもう坂本選手ですよね島袋じゃない <laughs> じゃなくなったじゃない,じゃない島袋選手頑張っていただきたいと思います <laughs> はいいやもうどちらもね応援したい気持ちありますけれども、ね、というところですねはい お届けした曲は串田明、炎の筋肉マンをお送りいたしました。ししま先週ね「えー、筋肉マンゴッファイ」をお届けいたしましたので、えー、差し替えでこの曲にいたしました。 ラジオネーム、ともぶんさん。はい。えー、昨日は俺も見たよ、うん、ということで。ほうほう甲子園のアルプスで祈ってる女子高生か、っていうぐらい、両手をぎゅーってやったってや。<laughs> して、一番仕かんだのは、うん、ヤベやべっち FC の開始の時間、3時25分。だからよ数がゴールしたのを見たいから、今日録画したやつ見ようね、ということで、ラジオネーム、ともぶんさんからいただいております。うん、ありがとうございます。はい、そう、あの、 さっきも話したけどテロップが出るじゃないですか「何々は何時から」みたいな「やべっち夜中やん」って私叫びましたもんえっと大体12時前とかですかやってますやってます12時来たら「あやべっち」の時間ぐらいの感覚だったので「待って3」みたいな「ちょっと待ってゼロじゃないの?」っていう一人で驚いてましたねいやでもね休まないっていうとこはすごいですよねだからもうすごいなと思いますまあいろんな事情があると思いますけど ちゃんとね、放送もしたという。本当に素晴らしい。で、カズさんが、50歳かな。うんうんうん。もう最年長ゴールじゃないですか、これ。へえ、あ最年長なんですね。いや、だって、この年までプレイしてる人って少ないでしょ。いないんじゃない他に。海外にも50歳とちょっとのね、えのプレイヤーもちろんいたと思いますけど。はいはいはい。ゴールするってすごくないですかすごいですね。それは見たくなりますね、3時の。 さあこちらもいきましょうラジオネーム、うん、青の軍団さん<い>熱中したこと、うん、WBC は見やすい時間にやっているのに見れなくてもすぐ諦めてしまうのにさ、うん、サッカーはワールドカップヨーロッパ選手権は夜中の3時とかのキックオフでも起きてまで見るし家族にジーグイされても絶対チャンネル変えないかや、えー、大会している1か月は熱中しているかも、うん、あと映画「クローズのゼロ」えー、これ見てから えー、クローズワーストにはまってうん、うん、漫画全巻フィギュアも何個か勝ってしまったなという <laughs> えー、えー、めっちゃはまってますねうんだからこれサッカー熱と野球熱確かに夜中に開始された場合サッカーを見てるファンがめっちゃ多いイメージがありますね確かになしかもなんかそのサッカーを見るためだけのスポーツバーって那覇にも何箇所かできてますよねうん それ考えたら、確かにサッカーファン多い気がする。ね。ですよね。うん。どっち派ですか、ぶっちゃけ。野球。あ、野球です。うん、もうぶっちゃけるも何も、野球。です野球。野あ、そうなんだ。そうなんです。私もどっちかって言ったら、野球かもしれない。見る機会多いのも。でも、あの高校野球もね、やっぱりそういうところで、負けたら終わりじゃないですか。そういうものって、ね、国を挙げてとかだったら。なおさら、やっぱり関心は高まる一方なので。 まあこれはサッカーに限らずはははいはい、はいまあゴルフとかにしてもんまあどんな競技にしても言えることかもしれませんねそうですねボクシングとかでもね。さあこちらもいきましょう<い>ラジオネーム、これはベルプラマスクさん。うんえー「熱中」自分は幼稚園の頃から卓球やっていて熱中していましたねは小学生の頃は県内3位くらいはすごっこれ県内3位くらいですよやばくないね えー、中学受験で一時期やっていない間に、うん、ベスト16くらいに落ちてしまいましたいやでもすごい一番いい結果が所属しているクラブが九州大会に出るときに、はい、ギリギリメンバーに入り中2の部で、えー、九州3位になりました、うん、すごくないベルプラさんあれは本当にたまたまでしたもうあんな動きできないです今やったら3分で足つります <laughs> 話変わりますが、サーキーさんとやるときは、うん、みんなサーキーさんに反応するから、モーリーさん、ちょっと寂しそう。多分それが今日は辛口で出ているのかな。これはこれでありです。モーリーさん、頑張れということで。<laughs> いや、そうそう、ベルプラさんに言ったり、ちょっとなんか今日辛口ですよね。そうですかうん、なんか、あわかんない、なんか私はね、感じた。うん、多分ベルプラさんも感じてるから、みんな感じてると思う。いや、今日はね、あのはい、はっきりしてるだけですよ。あなんかあったんですか なんかあるんですよやっぱり。マジで大丈夫ですか？人生なんかあるんですよ。待ってガチ感出てるけど大丈夫ですか？<laughs> <laughs> 待ってえじゃあのモーリーさんってさよく私言うと思うんですけど、はあ、どっからが冗談でどっからが本気なのかがわからないんですよ。<laughs> 前もなんかでねなんかの話でね。 あ、そうそそう、そうだそうだあの前もギャラねギ,ギャラの話そうそう応援 <laughs> エ後にねその私がねこの、まあ、レギュラー決まりましたみたいな,なんか流れの話になったじゃないですかでその時にいやもうこれもモアリーさんのおかげですよっても,もう本気トークをしてたわけですよ。ほうほう おだてるわけではなくもう,もうほん今本当にもうねあなたのおかげですとお話をして、はあはあ、私はもう本気モードだからそんなボケるつもりもないし別に変な,なんかいなんかわちゃくもするつもりもなかったのにモーリーさんは安定の普通のトーンでじゃあ3割は俺に入ってくるってことみたいな感じで言うから私はえ何のことって一瞬慌ただしくなって自分の中で <laughs> え,え何が何がちょっと待ってえええってなって。<laughs> で私は本気の回答をしてしまって、いや、実は、事務所が何割でとか、いや、からん回答してから。あれ、あれちょっとびっくりだったなでしょ、はい、<laughs> そうしたら、モーリーさんは、あ今、一応、冗談ねって言うから、ちょっと待て、待て、待てモーリーさん、<laughs> 言ってくれと、あなた、どこからが本,本気の話、どこからがギャグ、<laughs> ギャグかましてるんですかって話を、私、かつ入れるぐらいのレベルで言った気がする、あの時、あのー、本当に分からないわけ多分さ、あのー、冗談だなって思う人って、はいはいはい、表情で分かると思うんですよ。 うんうんうん、表情かも。言ってる言葉よりも、その人のちょっとした、うん、あの、笑い方だったりとかさ、見やつき方で、うんうん、あ、冗談言うなとか、わかると思うんですけど、真顔だったからね。<laughs> あの時めっちゃ真顔でした <laughs> その、それこそ私が熱を持って、あなたの、<laughs> モーリーさんのおかげだよっていう話を聞いてた時の、あの真顔からのその、じゃあ3割はこっちにとか言われて、ん何がみたいな。<laughs> 真顔すぎて待って、何の話みたいな、今何の話ですかみたいな。頭抱えて、んみたいな。で、私は本気の顔、真顔の本気の顔で言われたので、私も本気の真顔で、本気の回答をしたら、<laughs> 一応これ冗談だよ、みたいな。あなたのね、ギャラ事情を知ってしまうという。まさかの展開になりましたけれども。これ、私、目当てで話したことないですよ、誰にも、業界の人には。はい。 まあ内緒で。はい。もう覚えてないです。もうどんなどんな話したか覚えてない。よかったよかった。でもああいう節何回かあるので。わかりました。はい。今日もそのテーマなのかな。とやいやいやいや。そんなことない。ですね。まあ人生いろいろですよという話ですよね。はい。もう汗かいた今もちょっと。いやいや、別に、ね、そんなの汗かくようなことではないと思いますけれども。 まあ今日ははっきりしてるんだよねそうそうそうわかりましたじゃあはっきり私がなんか間違ったこと言ったらはっきり違うよって言ってくださいねわかりましたちょっと怖いな真顔にしん真顔ならその顔その顔今見たみんなこの顔レイジ無表情なるわけモーリーさんさ一応言うけど真顔超怖いよえあの先週金曜日あの イラミのセキュートのアシスタント番組じゃないですかちょいちょい僕孫になってたんで彼から出た言葉は <laughs> いやあのちらよと金曜日編ね月曜日はまあ怖いという。<laughs> <laughs> さあこれからやっていく水曜日と木曜日ですよ。はい。番組の2時間の中で真顔の時間をね、はいはい、1>, え1分ぐらい設けたいなと思いますんで、ぜ<ひ>そこでどんなアシスタントが反応するか、はいはい、ちょっと楽しんでいていただきたいですね。わ <laughs> かりました。いてって言ってだから、ねまあ、髪具合は安定ということでね。<laughs> はい。よかったそこ安心した。はい。はい、今日の番組のテーマ熱中している熱中したこちらでメッセージを待ちしています。 さあ今日の番組のテーマ熱中している熱中したこちらでメッセージを待ちしていますまああの過去ね遡ってもいいですし今現在熱中しているものもう熱を注ぎすぎているものっていうかね熱くなってしまっているものとか例えばあると思うんですよそれをメールで送ってもらいたいなと思いますね聞きたい青野軍団さんヘシキ様見てこの顔って言われてもラジオですから。 そうだよはいこれはラジオですからという <laughs> そうですね、うん、失礼しました <laughs> だこの僕のこの無表情をラジオでどのように伝えたら無表情が伝わるかっていうのを言葉で表していただきたいという、はいはい、じゃあちょっと今訂正していいですか、うん、モーリーさんの「真顔」は人を緊張させる、うん、真顔そよくないですねよくないあ<ー>であの「ムル歓迎してるのかな」って心配になる顔、うん、でまああれだねちょっと 困るね。困る。困った。困った。顔です。文句じゃないですよ。今、今説明したんです。説明した。訂正版今のは、さっきの。見てこの顔を訂正したバージョン、今のは。なるほど。はい。そういう。顔でした。真顔、毛利さんも、真顔は、そういう顔でした。わかりました。はい。へこんだ。じゃじゃ。あ、よっか。あ、でも、本当に文句では、何ではないので。本当ですよ。怒らないでね。 怒るかや <laughs> 怖いなあこのアシスタント。<laughs> 末恐ろしいわ。なんで着々と力をつけていきようからな <laughs> どういうこと怖いなぁ。<laughs> はい、<laughs> えー、ベルプラ・マスクさん。はい。冗談は真面目な話からぶっ込むから楽しいんですよ、サーキーさん。慣れだね、ということで。はぁ、あ、ありがとうございます。あの、基本的にですね、<laughs> うん、あのー、 真面目な感じで終わるのが僕嫌なんですよ基本的ににね根底るのののはなでちょっとマジで話しすぎちゃったなって思ってた場合ってめっちゃなんかあれだっけ変なあだっけ僕の中ではねなのでさっきちょっとこのギャラのくだりで一笑いあったとするじゃないですかそれをだからまたされ際に出して笑って終わりたいっていうのが常なんですよ。 その時の表情があなたからすると困ったちゃんの顔になってたんで誤解を与えてしまったということですからねじゃあモーリーさんの訂正版も聞けたので以後私はそれを汲み取るように精進したいと思いますもうダメねもう噛んだからダメねもうねでもそうなんですねじゃあ分かりましたモーリーさんのそのなんか素性素性素性んだっけ素性んだっけあれ素性素性ので 今後対応に困らないと思います。あ、そうですか。はい、わかりました。はいはい。え、笑いから入る。森さんの返事が<何>なるほどって時はあまり話聞かないで、うん、次考えてるっぽいです。で <laughs> 分かってる <laughs>。そうなんだね。いやでもこれね、セイキさんも言ってた気がする。うん。なんかなるほどではなかったけど、うん、これが何だったかな。 返事しないときは次のことしか考えてないからさっき気にしない方がいいよみたいなこと言ってた気がする頃前。ああそうですか。うんうん。だから気にしないようにしてます。うん。以後。うん。はい。だあのー、アシスタントさんね本当にこう頑張ってるなと思いますよ。おおありがとうございます。あのー、このイラメレさんにしてもね。はいはいはい。やっぱりあのー、まあ僕はこういう人間であって儲かってるじゃないですか。はい。なので僕が喋らない分、うん、彼がこうすごいこう勢いで喋ってくれるんですよ。うんうんうんなるほどはい。 なので理解してくれてるから、頑張ってくれてる、はい。なんやかんやで10年迎えてるっていうのは、うん、そういう皆さんのね、はい。支えがあってのものだなと思ってますよはあ。ありがとうございます。もちろんあなたも入ってますからね。あ、ありがとうございます。本当ですか。うん、いや力になれて嬉しいです。<laughs> なんだこれ。<laughs> なんだこれ。なんだ。締 <laughs> まりの悪さ。行天さん。ほう。 久しぶりに聞いていてます。うん、56年前から沖縄出身の歌手、はい、三浦大知に熱中していておととい中城跡で、えー、ライブ見てきました、うん、歌声とか踊りとかセクシーでキレッキレで同じ人間とは思えなかったよということでほそうそうそううちのちら、あのー、ポストにも入ってたんですよねやりますよと。

え、でも本当そうなんですよ。YouTube とかで見ていただければわ、うん、かると思うんですけど、うんうん、本当にいい声をしてるんですよね。うん、そうそうそう、なんか平井大さんとかも、<ー>なんかちょっと似たような系とかも。なんか私、あのちょっと癒されたい時とかは、その二人聞きますよ。うん、ああ、じゃあ、もう癒しボイスなんです、ね。でそう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 、かと思えば、ちょっとキレッキレな曲もあったりするので。<ー>本当に同じ人間とは思えない、とか、県内出身とて思えない。 だからねそうそうそうまたすごいなと思うよ歌いながら踊れるってこれ考えたらさあの沖縄の,その、まあ、よく芸能の島とかって言われているじゃないですかはい、はい、音楽もそうですけどうん、うん、このダンスとかにしても、はい、その世界で活躍されるいえばね何かニノさんとかいろいろこう指導されてる方とか、うん、バックダンサーやったことがあるとかこの辺もすごいっすねすごいですよねまた最近もねなんかアニメのテーマソングに 県内の方が選ばれたりとかディズニーのねモアナも県内の子が選ばれたりとかヤビクさん相手もね沖縄の子がどんどん活躍していく時勢ご時勢ですからねすごいすごいなと本当にね負けてられるなとマジで触発されますさあということで今日の番組のテーマ熱中している熱中したこちらでご時代もお送りしたいと思いますアジクーターラジオこの放送は お母さんの幸せ、それは家族の幸せ、アイレディースクリニック、株式会社ティーダカンカン不動産、株式会社ジョーシングミ、以上各社の提供でお送りしました。 Ladies and gentlemen, time now to take a big bite of ajikuta radio, radio on FM 76.1. Coming up, さあ夕方5時を回りましたアジクーターラジオ5時台も生放送今日の番組のテーマは、えー、熱中しているまたは熱中したこちらでメッセージをお待ちしています、うんえー、ちょっと雨の月曜日となっておりますけれども、はいうん、運転中の皆さんも安全運転でよろしくお願いいたします、はい、メッセージメールは761アットマーク FM コザ .jp761 アットマーク FM コザ .jp でお待ちしています えー、まあスポーツ観戦だったりとか、あとそうだな、まあ趣味に熱中してるとかね、うんえー、もうハマっている、もうなんかこうちょっと熱帯びてしまってるもの、まあ今振り返ってもあの時熱中してたなというね何かあれば、はい、メッセージを送ってほしいなと思います。うん、さあ、うん、ユーストとツイキャスの配信もしていますので皆さんもどちらからか参加してみてください。 沖縄もんちちさんかな熱中してることとにかくお笑いかなあとは寝る食べるに熱中していますこれは熱中してるって言えるのかしらということでんか沖縄もんちちさんはもうお笑い大好きっていうのが分かるんですよめちゃくちゃあへえ県内のお笑いが大好きってことですかへえ熱中っていうよりももう生活の一部じゃなくて半分になってる気がするこの沖縄もんちちさんのへえ それぐらいえ相当もうハマ、うん、ってるレベルではないけどもう、うん、もう生活の一部ってすごい生活の半分になってると思う,うあそうか僕の見立てによるとねえー、中部に限らず南部にも全然行くし行ってるんですか,だかこの辺の、えー、なんだろうフットワークの軽さというか芸人さんのラジオでも見に来るし舞台があれば行くしえーえー、すごい。 この辺すごいんですよ、本当にじゃあ、もう特にその中でも特にっていう方、誰なんだろう、気になりますね、まあ水曜日のアシスタントの親もね、その人に入ってるでしょうね、うこういうファンの皆さんがね、詰めかけてくれるんで、芸人さんもね、思い切って芸に集中できるというか、活躍されていきますからね、そうですね、うん、だからもう本当に生活の一部じゃないっぽい、もうもう半分半分。 もうなんなんら全てになってるんじゃないかなぐらいなんですかねもうだからたまに分からなくなくる時あるあんですよ <laughs> <ー>吉本の人って思っちゃうぐらいうもう一緒にいるんでそうなんだそのイメージが強いですねすごいな、うん、なんかそのファンから入ってのまあまあファンから入ってって言ったらあれだけど、まあ、好きすぎてでそれをまた仕事にするっていう人も何名か聞いたことあるのでからそういうのもまた。 熱中かかから入っっっててていいうああるるもねねのな思ますよだから仕事とかねもそうなんだけどずっとそこに通い詰めてたら私も働きたいっていうふうになってその職に就いたんですって人もいるしいるかもねそこら辺もねやっぱ熱い思いがあるっていうことですよねそうですねさあこちらも行きましょうラジオネーム武蔵さんいつもですね5時54分ぐらいに送って頂いて。 お二人のあの今日のテーマに関することについて教えてください, <laughs> てださいというくだりがあるんですが今日は早めに送ってきていただいてます,す <laughs> ちょっとびっくりしましたはい、えー。モーリーさんサーキーさん、はい、リスナーの皆さんこんにちは本日のテーマ、うん、熱中していること僕の熱中していることは WBC です、うん、おお。 青木選手が10回表、うん、ワンアウト満塁を、えー、ダブルプレーで、えー、無得点だったので厳しい試合でしたが、中田選手の大活躍で途中ヒヤヒヤしましたが、死闘、うん、を制することができてよかったです。うんえー、菊池選手のファインプレーや、千賀投手、牧田投手、うん、坂本選手、うん、中田選手が調子がいいので楽しみです。 初出場のベネズエラ戦は警戒ですね。はあ、モーリーさん、サーキーさんの熱中していることがあれば教えてください。<laughs> はい、P.S. サーキーさん、はい、坂本選手は2枚目だし、うん、去年の首位打者最高出塁率のタイトルを取っていますから、すごいです。うん、といただいております、はい。ありがとうございます。すごいね、あの、昨日の試合を、うん、ね、うんせせ、もう全て説明してくれたかの、今のメッセージの内容だったんですけど。いや、もうそれだけやっぱり、 頭に何ていうんですか、うん、インプットされてるというか、そうですね、印象に残ったんじゃないですかね。もうそれこそ熱中してるんだろうなっていう思いが伝わってきたんですけど。うんうん そうですね、牧田投手の途中、牧田投手の表情とかちらちらの大画面に映ったんですけども,、うん、もうその表情見るだけだと手汗めっちゃかいてから<ー>ああ、やばい、今何を思ってんのかなとか、うん、この瞬間、牧田先生ってさ選手何,何を思ってなんかもう神様とか思ってんのかなとかめっちゃそこらへん考えてしまって牧田選手の気持ちになってしまって。うん 私もちょっとなんか本番とか、うん、例えばみんなに見られてる場とかもう,もう今だって時に、うん、それこそあのちょっとなんか <laughs> 似てるなって思ってしまって<ー>この今の牧田選手のこの何ピッチャーに立ってる時のこの状況とかっていうのなんかちょっとリンクするのがあって、うん、は今どんなって思いながらこれ抑えようと思ってるのかなとか考えると。 超もう震えが止まらなくなって<ー>もうそれこそ友文さんみたいにもうベンチの女子高校生かっていうぐらい両手をこうやって手を合わせて握って,て,て、うん、めっちゃ汗びちゃびちゃみたいな、うん、っていうのシーンがたくさんありましたけどまああのー、やっぱりねいろんな見方あるなと今の話を聞いて思ったんですけど、うんあのー、そうですね、えー キャッチャーを信じてとかもうミットめがけて本当に頭がシンプルになってるかもしれないしこのあとボールが続くとストライク入れないといけないから高めに投げないようにとかいろいろ考えてるかもしれないんだけれどなんだろうこの気迫みたいなものってね何かしら表情から伝わるものがあるんかなっていうのはありますかね。ですよねなんかかかやっっぱその監督とらら指示をもて キャッチャーに指示をもらってとかっていろいろこの流れがあるじゃないですかそれはもう一応あるんだけどもやっぱり最終的に自分の気持ちになってくるじゃないですかああいう場ってその時って真っ白にしてるのかなそれともそれこそシンプルに物事を考えてるのかなとかめっちゃもう私妄想しましたもんいやもうあれだけねいえばホームで今やってますからほぼ日本の応援さはい国のねもちろん 点数が入れば、チャンスが広がれば、それが、あの、だろう、追い風になっていくんだけど、一びピンチになったりとか、バレンティのホームランとかさ、え、そんな簡単に点数入るみたいな、スコーンって言っちゃったじゃないですか。ああいう展開になった時って、暗い雰囲気なんかも、その会場の雰囲気分だってのしかかるから、ホームで確かに、ね、血のりはありますけど、この辺の、ね、 展開によっては一気に流れがいっちゃうっていうところもあるんでその辺もピッチャーとか戦ってる選手っていうのはまあ見てる僕らも一緒に戦ってると思わせるぐらいの気持ちも入ってるでしょうねさあこちらもいきましょうラジオネーム MJ さんはい。熱中していること琉球ゴールデンキングスですね MJ さんはね横浜戦だったかな昨日とといと連勝したということですけれども え前にファイナルで有明まで行ったとき、はあ、応援しすぎて声はガラガラ、うんうん、手のひらは裂けて血が出ていましたえっうすえこの手拍子でとかね手に汗握ったとかこう拳握ったりとかでってことですかねってことじゃないですかえ優勝した瞬間は涙流しながら周りの人たちとハイタッチ抱き合って喜びました、えー 先週の金曜日だけど、忙しくて、あじらじ、あまり聞けなかったわけさ。うん、で、後からユーストで、例のチャレンジ企画、えー、DJ モーリーのツッコミを見たけど、<う>ひどいなぁ。ツッコむ言葉がボケている。<laughs> 初めてセイキーがかわいそうと思ったさ。<laughs> <laughs> <laughs> でも天笑った <laughs>、えー、モーリーをふざけているのか真面目なのか分からんからさっき気をつけろ、はい、ということでラジオネーム MJ さんから頂きました、はい、え何ですか、ね、あのチャレンジ企画 DJ モーリーのツッコミってあのまあ不定期にやってるんですけどはあ、はあ、いろいろあの大喜利を設けて、はあえー、お題を出してお互いボケてみたりとかでまた僕があまりにも先週の「 1>, 1週間の中で、えー、突っ込まない瞬間多かったんでじゃあ突っ込みを覚えましょうという企画やったりとかねっていう感じですよでその中で突っ込むこと僕はボケてるって <laughs> どういうことですか分からん俺も分からん突っ込んでるはずがモーリーさんはでもこれがボケに聞こえるってことっすよね <laughs> 何なんですかそれかやばいでしょボケたら突っ込んだら成立するさそれってはい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 でも 先週の清美に関しては、あの世紀がボケるんですけど、<laughs> <あ>僕が突っ込んだ風にするじゃないですか。あああさらにボあの突っ込むんですよ、また世紀。な,なので、僕の突っ込みは突っ込みじゃなかったという。なるほどね。はい。まあまあまあ、あ,ね、あの先週の放送ね、見ていただけたら <laughs> はいはい、はい、ちょっと見てみよう。わかると思います。はい、昼間の奥さん、<お>えー、寝不足違い、えー。昼間の奥さんだ。あーアジクーターの皆さん、靴下濡れていますか 雨降ってますからね,ね、うんえー、そんなことよりも敗退「はい、うん」たいみんな WBC で寝不足らしいけど私は違うのよう昨日の夜は次女の卒業15歳のバースで<う>高校合格おめでとうのお祝いをやっていたのでうちに秘めたわじわじと午前2時に寝たダラダラでこんなチラしています <laughs>、えー、理想のパーティーって洋画、うん、に出てくるお庭で立食パーティー、うん、各テーブルに えー、お礼を言いながら乾杯現実は、えー、何名来るのか誰も分からない親戚ろれつの回らない旦那に頼まれ数回の酒の買い出し子連れは酔っ払い、えー、食べ物いじりの兄弟喧嘩で泣きわめく、はあえー、畳の目にすり込まれた食べ物、はあえー、私の台所で姑、えー、と2人きり えー、お家に帰ったら小皿の片付けや野良猫に破られたゴミ袋の片付けお願いだからさ次のお客さんが座れないの見たら席譲ってくれない <laughs> はあよかったうちの兄弟呼ばなくて <laughs> ってうちに秘めたイライラを熱中しながら打ちましたとさほうれん草完売したので私は帰るよ<いや> <laughs> ありがとうございますもう最後の分なんてもう、はい、帰るよみたいなもう,もういいでしょもうみたいな <laughs> ちょっとこう、お疲れ感がね。そうですね。滲み出る文章ですねそ。そうですね。はい。いやー、このね、この中間のさ、この、現実は何名くるのかとか、うん、このね、よ旦那さんを酔っ払って、だけどお酒早い、ビルビルとかってやってる。で、えね、むちっちゃい子たちはわーわー遊んでから、畳も,も汚い、テーブルも汚い。うん、で、最終的には、気まずい人と皿洗い。もうちょーっとる。私ね、突いではないけどさ、私たは,はい。私と近く、あのー、 まあもうお嫁さんんも多いんですよあ、うん、の家に来るほらファミリーでよくご飯食べたりとか<う>そのファミリー会が多いって言ったじゃないですかはい,はい、はい、そうですねその今奥さんが今の昼間の奥さんが言ったこの子ってめっちゃわかるんですよねんイメージできるんですよは<ー>だからあこんなって思ってるだろうなって思うとちょっと笑ってしまった <laughs> 申し訳ないんですけど <laughs> いやわじわじするよなそりゃと思って。 いやちょっと大変とじゃあ週末だったってことですね,ですね、まあ、もちろんめでたいのもありながらのけどね,<ー>ねトリプルだってめでたいんですよねうんもう最後のこの完売したので私は帰るよ気持ちよかったっすねもう早めに帰りたいっていうねだからよ伝わった <laughs>、えー、ありがとうございます、はい、ありがとうございますさあ今日の番組のテーマは「うんえー、熱中する」 熱中している、熱中した、うん、こちらでメッセージをお待ちしています。メールは 761-fmcoza.jp、761-fmcoza.jp でお待ちしています。はい さあ、5時のオープニングは、ユードプラティフィーチャリングマイコで、We Can Grow the World でした。この放送は、社会福祉法人人福祉会道塩保育園、花風三里保育園の提供でお送りします。

さあ、あじくうたラジオ生放送をお送りしております。今日の番組のテーマは、熱中している熱中した、こちらでメッセージをお待ちしています。えーまあ今日はずっと朝から、ね、この時間にかけても、うん、あまりこう天気よろしくなくて、小雨が降ってたりとか、はい、路面濡れていたりとかしますので、うん、安全運転をよろしくお願いいたします。さっきコンビニにおったんですけど、<う>沖縄市内でなのかな、うんうん、今、県外から対外試合で、 沖縄市の高校と試合をやってたりとか高校野球なんですけれどもやってるみたいで群馬の高校だったかなその学生さんたちのユニフォーム沖きた丸刈りの皆さんがコンビニにいたりとか昨日かな美郷高校と履正社の皆さんの試合があったりとか練習試合とかねいろいろ今組まれてるらしいんですけど。 そうなんですね。そう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 。あの。のうん、そうなんで、その、その子たちかな、うちのお店の前。も前というか、まあ、このモール内。うん、その丸刈りの、明らかに野球部でしょっていう感じの子たちが、めっちゃいっぱいいて。 え今日なんか野球のイベントありますっけって会話が飛び交ったぐらいちょっと目立ってたのでそれでなのかなじゃあ,しかしあそうですて、ね、身長高くてでなんかみんな高校生ぐらいの風格なんだけどなんだろうよく野球部の子が着てる冬用のかジャケットみたいな,なんかあれじゃないですかジップのこのなんかナイロンのなんかパサパサしたやつシャカシャカなるやつだ。姉になんか制服の そのパンツをですよねだからなんか「えっプロにしてもちょっとまだ幼いよね」って話して「うん、えなんで守備なのに着てるのかな?」っていう話をしてたんですよ。多分それその子たちかえ、ね、そういうまた企画があるんですね。あのー、やっぱり 県内で試合を組むのももちろんですけど、県外で力を試したりとかね、沖縄から内地に行ったり、また逆だったりとか、いろいろその交流がね、あるみたいですけれども、そんな春の甲子園も、もうそろそろ開幕というところでしょうね。そうですね。で、またプロ野球も今月の末ぐらいには、また開幕ですからね。なんかキャンプが終わったと思えば、すぐだからですね、あっという間ですね。さあ、とまぶんさん。 昼間の奥さんの娘さん、高校入学おめでとうございます。うん、何年か前のゴールデンウィーク、あの、えー、ぼったくりレジャー施設でばったりやった時のお嬢さんですかということで、えー、人の子供の成長早いですな、といただきました。<laughs> 一応まあその前の分はカットしましたけども全くりレジャー施設なんか気になるなどこのお話してるんかでも本当にあのまあ自分の子供以外のお子さんの成長というかもう小学生上がったよとかって話し聞くとあれそんななってますっていうよよよくありますすねねでそれこそモーリーさんの娘さんもねこの。 いつでしたか去年のもう夏ぐらいかな,なんかゆちゆち歩いて、うん、で抱っこしてっていう風光景見たんですけど、うん、あの時もあもう歩いたんですかっていう感じだったんですけど<ー>えと、まあ、最近1か月前ぐらいかなうん、うん、お写真見せていただいた時ももうなんかもうねーねーになってたから、うん、えこんな大きくなってるのって思いました。 もう早いって感じるのかわかんないんですけど。いや、どうだろうね、もうやっぱり毎日一緒にいるせいか、うん、その変化になかなか気づかないこともありますけど。えー、でもやっぱり久しぶりに会う人に見せたときに、びっくりしますよね、やっぱりね。うん、いや、びっくりした、本当に。うん、さあ、こちらもいきましょう、うん、ラジオネームベルプラマスクさん。はい、今ちょっとはまりそうなのが、うん、冷凍パスタ。あ。 ほうほう今のレ冷凍パスタすごいよ。うん、確かにパスタ屋さんの麺より少し落ちるけど、うん、数年前のとは比べ物にならないくらい美味しい。<ー>もしかしたらちょっとしたレストランよりも美味しい。少し具材が少なければ足すだけで問題クリア。<ー>えー、ジェノベーゼとかあまりないやつもある。もう少し濃厚なのが欲しければジェノベーゼソースかける。厚切りベーコンをダイスカット。<ー>さらにキノコを入れたら売れるレベル。 えー、カルボナーラの平面ももちもちしている。粉チーズかけてアクセントで爪の高。あ、高の爪。<laughs> 厚切りベーコンはな <laughs> 長細くてカット。うまい、えー。他にも和風パスタとかに少し塩かけるだけとかで簡単にできる。今の冷凍技術はすごいねということで。あれ聞いてます、えー、後半あ。ごめんなさい。後半あなたのせいで全然入ってこなかったん、ね、で。爪の高で壊れましたが。<laughs> <laughs> 爪のての爪ですねはい、はい、あの最近の冷凍パスタはクオリティが高いというそうなんだ聞いてますよちゃんと <laughs> いやそれも改めて全然聞けてないんです <laughs> <laughs> いやちょっとツボに入ってしまってすいませんへ <laughs> えー、そうなんだ 冷凍でも冷凍技術ほんとすごいなって思いますもん、うん、あのよくコンビニとかでもかチャーハンとかああチャーハンうまいなあれはねおうおう私コンビニで働いてたことあるんですけど もう毎回お弁当を作って行ってたんですけどお昼ご飯のの時にでもあれに出会った瞬間次の日からすぐあれ買って食べてましたねそれぐらい全然おいしい味付きもまた絶妙なんですよちょうどいい塩加減っていうか、うん、香ばしさも全然あるし香ばしあっためるだけでこんなにおいしいかって。 思いましたもだこれもう再現ですよね再現に本当にごいよにすごいよねラーメンとかその辺の麺のねもう生麺により近くなってるの分かるんですけどこういうあのまあチャーハンだったりとかパスタだったりとか餃子だったりとかさもう言ったら焼くだけでデージおしいのあるさ美味しいうんまあそれちょっとこう具材が足りなければトントントンって野菜を切って入れるとかさっきの 爪の高を入れたりとかするだけで OK っていうね一手間加えるだけでもあっという間にっていうこういうのちょっと小腹すいた時にねいいですよねうんでもこういうのにいつも甘えてしまうからな私はあそうそうやったらダメなんだよなそうなのそうちょっと反省しますはい自分に厳しいね自分に厳しくしないといけない年頃ですからそうはいここで一曲挟んでいいですかいいですよ 松戸谷由美で春よいお送りしたいと思いますこの後は子供たちのコーナーです カフミカフ保育園プレゼンス未来課内さあ時刻は五時三十一分になりました子どもたちのコーナー未来課内の時間ですこのコーナーは社会福祉法人人福祉会三洲保育園花フミサト保育園の提供でお送りしますあの先週の土曜日に三月の十一日にですね花、うんえー、フミサト保育園の年中さんの 卒園式がありまして今回22名の年中さんが、うんえー、ご卒業されました、はい、3>, 3月の30日まではね和風美里の方で、えー、保育の受け入れやっているんですがもう4月からはもう幼稚園に、うん、公立の幼稚園に行くことがもう決まっております、うん、でそんな中でさまざまな卒園式の行事もあったんですけれども主任の久保田先生にですね 1、えー、一日を振り返っていただいておりますのでそちらの様子を聞いていただきたいなと思います。 こんにちはもうたった今卒園式終わったばかりですけれども、はいえー、今日の卒園式振り返ってどんなことがありましたかあそうですね朝あの入場から始まって、はいえっと、園長先生からね一人一人に卒園証書の授業があったんですけれども、うん、でこの入場してくる時にまた担任から、うん、この子の個性っていうのかなこれまでちょっと振り返った内容の文章もあったりしてそれを聞きながら、ね、園長先生の前に行っていただくっていう流れがすごくなんか、うん ね、もう世界にまた一つしかない卒園証書、うん、ということで、はい、すごく私も感動しました。でまたあの子供たちもまあ今日卒園式ということで、うん、まあ女の子だったらこうま制服とスカートと、でまた男の子だったらこうネクタイとか、はい、お昔もねもえー、えー、そうですねみんな決まって、はい、また保護者の皆さんもたくさんいらっしゃって,て、はいそうですねおじいちゃんおばあちゃんだったり兄弟だったり家族で。 卒園を祝うっていう雰囲気がね、とても感じられました。はい。で、今回は卒園なんですけれども、何名ですか？二十二名ですね。二十二名。はい。じゃこの四月からまた幼稚園へ。そうですね。えっと、三原美里宮里、今回は三校の幼稚園に分かれていきますね。はい。まあでもあの三月の三十日までは、あ、そうですね。やっぱり皆さんお仕事もあるお父さんお母さんなので、はい、もちろん受け入れははいやっています。はい。であのまあ。 卒業にああたたたっって、はいいろいろなこうプレゼントも子ちとええっと、まずじゃあ一番ここにある文集なんですけれども、はい、これはお父さんお母さんにもお願いしてあの子どもへのメッセージということで、まあ、写真もたくさん貼っていただいたりうん、うん、子どもたち名前の由来から始まって生まれた時の身長体重とあと現在の、ねうん、体重とかも載ってるので、うん、こんなにね大きくなったんだなっていうのが分かりますしうん、うん、あとは職員や。 ね、メッセージなども入っております。はい,い、これもじゃプレゼントするはい。そうですね。はい、あとはまたあの思い出のアルバムということで。うん、まあ、あの34歳児。えっと過去3年間は毎月毎年いただいてたんですけど、ちょっと方法が変わったんですが、うん、34歳児の時の写真をまた職員全員で手分けして作ったものもありますし。あと。 カランコエのお花っていうあのもう持っていっちゃったんですけどうん、うん、それをまた2月ごろに一人ずつ鉢に植えてそれもね、うん、持たせましたしあとまたあの先ほど紹介もしていましたが卒園のマグカップっていうことです、うん、それは写真入りなんですけどまた将来大きくなったら何になりたいっていうねあ<ー>あの顔があって下は警察官とか消防士とかっていうマグカップも記念にありましたし。うん またねまた今いる3歳児さんからいつも一緒に遊んでくれてたのでまたね写真立てということでそういうのがあったりはい大体こんな感じで今日の縁を振り返って子どもたちの表情なんかもうなんもらいましけどか4歳今今年5歳になってるんですけどもうやっぱり感極まってやっぱり思い出してね少々もらうんですけどまたお父さんお母さんへは。 感謝の気持ち、うん、お弁当を作ってありがとうとか、お迎え来てくれてとか、ね、感謝の気持ちを込めたお父さんお母さんへの絵のプレゼントもあったので、それもすごくね、ーんなんか地味ってき <laughs> ましたね。はい、うん。最後になりますけれども、はい。あの卒園された二十二名の子供たちにメッセージをお願いします。はい。ええ、二十二名の年中さん、本当に卒園おめでとうございます。 ね、小さい頃から通ったねこの花風ー美里保育園のことお友達のこと本当に忘れないでいい宝物としてこれから幼稚園小学校と進級するにつれてもね忘れないでまた思い出したらいつでも遊びに来てください。先生たちみんなで待っていいまます、はい、ありがとうございました さあ、未来課内、このコーナーは、社会福祉法人、人福祉会、道代保育園、花風三里保育園の提供でお届けしていますが、先週の土曜日に、えー、沖縄市、花風三里保育の子どもたち、年中さんの卒園式が無事行われました。えー、卒園式終わったばかりでですね、主任の久保田先生の、まあ、お話なども聞けましたけれども、あのー、この式の最中に、 えお父さん、お母さんにこう感謝のね気持ちをこう伝える時間があったりとかしてえ涙ぐむまあお子さんもいたりとかまあそれをこう聞いていた親御さんもねもちろんこうえ涙を流したりとかそういった場面も多かったということですね、うん。でまあ大きくなってもその自分のの卒業したえ 保育園だったりとか学校っていうのはやっぱりこう大人になってもずっとね残ってる宝物なのでいつでも戻ってきてくださいねというねお話も印象的でしたねえ今週1週間は先週土曜日の卒園式の様子を改めてお届けしていきたいなと思います明日は敦子先生丹女ね先生の子どもたちに対するいろんなメッセージもありますのでそちらも聞いていただきたいなと思います 未来かないこのコーナーは、社会福祉法人人福祉会、道し保育園、花風三里保育園の提供でお送りしました。 さあ、メール来ております。ラジオネーム、ジェームスさん。お、ジェームスさん。久しぶりにラジオ聞いてますよ。あと少し放送、ファイト。はい。え、さっき、髪切って可愛く、あ、若く可愛いですよ。何もあげない。咳外して、タバコですかという。いやいや、私、タバコ吸わないです。ねはい。ありがとう、ジェームスさん。まあ今日はね、はい。え、まあいつもお仕事でお世話になってる方々が、そうですね。スタジオ外にいて、はい。なんかこう、変な、変な感じ。変な、しました。変な感じ。 頭は今ここのお仕事なんですけどやっぱ普段私も足びナの方で働いてるじゃないですかうん、うん、やっぱ切り替えるんですよねその<ー>この芸能のお仕事の頭ににする、うん、で足びナで足びナの仕事の頭にするってなんかなんか自分の中に2人いるかなっていう感覚で,、まあ、オンフではないけれどもそうそうそうなんですよおーおーなんかまあそうではないけどちょっとなんか2人の二、うん、つの顔があるって っていうの自分の中であって、うん、で今はもちろんもうラジオなので、はい、それも芸能の顔になるじゃないですかなのに芸能を封じしてるのにお二方いらっしゃったことによってなんかあっちの顔になりそうでっていうまたなんかちょっといろいろ困惑してましたねどの顔したらいいのかなみたいなまあたまたまでしょうかね <laughs> そ,うあそうですねなんか用事があってや <laughs>、うん、<laughs> ったそうなんですけどそしたたらじゃあさっき見に行こうかみたいな <laughs> ね。なってくれたみたいで<ー>本当にもありがたいですね。 もうね、かれこれ写真5枚ぐらい捉えてるんじゃないかなと思うんですけれども。もうお金取ろうかなと思いますけども <laughs> はい。なんかでもね、いつもこの場所にこの人がいるとかっていうのあるじゃないですか。ありますね。うん、お店に行っても、うん、あのコンビニの2200、ね、とかね。はいはい、このお店に行ったらこの人がいるっていう定着がありますけど、うんはい、また働いてる職場のメンバーが違う現場に来てて、うんはい で別の仕事やりながら目の前にその人がいるっていうなんかちょっと不思議な感じですよね不思議ですねあ<ー>、まあ、本当にありがたいですねこうやって何、ね、か伝えたいことありますかえっと頑張ります <laughs> ほらもう今こういしか普通のコメントしか言えないんです私は <laughs> これはでも絶対これ十分その気持ちはね伝わったという表情でしたからねはい、はい、あの今まですごいお世話になったお二人なので、うんうん、今後お,お,いかしお,お返しししようかなって思ってますなので 今後ともよろしくお願いします。<laughs> なんでこれ？<laughs> 今日なんすかちょっとなんか今日なんかおかしいですね。まあでもラジオを通して感謝の気持ちを伝えたってことですからね。ねはい。えっとまだまだメールが来ておりますが <laughs> これかなラジオネームうーあツイキャスかな。ツイキャスね今たった今店頭さんからコメントが来てるんですけれども、うん、コメントが死にふつって。うん でも致し方ない致し方ないです致し方ない。よく言いますねすごい。致し方なえっ何でもないです。えっとこれかな山里さんかな山里さんはいモーリー・サーキーこんばんはとこんばんは小雨の中駐車場で自分の車だと思っていたら鍵が開かないからあれと思って車内見たら人の車でした。ああるる 同じ車種だったのかなかもしくは色が一緒だったとか、うん、形が似てたとかでもねだいぶこの自分の車と、はい、もう外観は同じでも、うん、内,内装というかはい、はい、中の置いてるものとか違うさ確かに違いますよね。うんうん、なんか雰囲気ってあるよねありますあります。で同じ車同じ外装内装でも匂、うん、いがそれぞれあるじゃないですか。なんだろうこの臭くても、うん なんか入ったら自分の匂いだから<ー>あなんか安心っていうのもあるし、うん、でも同じ車種で同じ内装でで違う人がも乗ってて、うん、で入ったら違う匂いだからあやっぱなんか違うなみたいな。 友達と一車被ったんですようん、うん、最初の頃ワゴン悪乗ってて、うん、で何か私たち世代ワゴン悪乗ってる方めっちゃ多くてでもそれこそ全部一緒こう年式も内装も外装も、うん、もうほぼほぼ一緒っていう友達がいてで友達同士やっぱじゃあ今日は誰の車ね誰の車でどこ行こうとかってなるじゃないですかで最初私の車で移動して。うん で次行こうってなった時にその同じ車の持った友達ので移動しようってなった時にそれぞれでやっぱ同じだけど匂いが違うからなんかやっぱ自分のと違うよね同じでもっていうことがありました<ー>そうそうそうであとアクセルがなんか違うんですよ踏んだらやっぱり、うん、自分のは踏みやすいけど同じ車でもでその,その子の運転してみて踏んだらなんかなんか違うんですよ、うんうん なんか急にカクンってなったりとかしたりとかして運転しづらかった記憶がある。まあ硬かったりとか、深かったりとか浅かったりとかね。なんか違かった。なるほど。そういうのあるかもしれませんね。あるんですか？車ってそういうなんか癖ってつくんですか？いやあると思いますよ。へえ、そうなんだ。はい。はい。またコメントが普通ってきますよ今のね。絶対来るよね。 来るかな来るかなさあ、今日の番組のテーマ、熱中している、熱中した。こちらでメッセージをお待ちしています。えっと、これかなあ、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 今のところもうコメントが止まってますね。はい。はい、オッケーです。さあ、あの、日本代表、ま、えっと、WBC なんですけれども、明日、キューバ戦ということで、今日お休みですね。はい。明日か。明日はですね、 夜の7時から日本対キューバの戦いがあって、うんはい、でイスラエル、今大会のもううなんんていですかね今優勝候補というかうんもう快進撃が止まらない、うん、そんなチームなんですけれどもイスラエルとの戦いが3月の15あさって水曜日となので今日お休みで、えー、明日あさって、まあ、2連戦になるとい,、うん、というところですね。うん まああの日付え3月の13日月曜日、今日は昨日勝ちましたオランダ対イスラエルの戦いがえ7時からあるということらしいですね。言えばね昨日も首都を尽くしたも日本代表対オランダなのでそのオランダがイスラエルにどんな戦いをするのかっていうだからプロの見方からするとイスラエルはやっぱり強いんで。 えー、日本が勝てるかどうかは点て点んてんてんみたいな。<ー>っていう、まあ、マジな話をねテレビでやってる方もいましたけどねそうなんですね、うん、じゃもうずっとそのイスラエルは、まあ、勝ち続けてとか、うん、っていうことなんですか4連勝かな今のところそうなんだ、うん、負,け負けはないってことですよねわお、うん、すごいまあなのでメジャーリーグとマイナーのその間ぐらいの力というかもう結構 主力の方もね、うん、いらっしゃるらしいですから。まあでも楽しみですね。そうですね。うん、どうなるかな。昨日もだってどうなるか分からなかったじゃないですか、最後まで。いやー、やっぱりサッカーとか国際大会とかって、わかんないですよ、うんうん、この辺。はいはい。ね。そうですよね。もう、4点追加した時には、あって思ったと思いますけど、うんはい、ところがどっこいでしたよね。<笑><笑> なんかも,うあもうこれダメなんじゃないかなって諦めかけてたその時本当にその時があったから、うん、もう何あの自分が忙しかったこの感情があ喜んだり心配したりそうそう心配したり<ー>汗かいたりとかで最後にうわーってなったりとか、うん、なんか一気に見,お見終わった後ちょっとどっと疲れがきてましたからね。 いやもうそれぐらいね、うんうん、気持ちが入ってたっていうことですからね、うんうん、みんなどうだったのかなはい、はいえー、CM の後もまだまだ生放送あジらじお送りします さあの先ほどサッカー J2 のキングカズさんの話題がありましたけれどもまあ現在、横浜 FC に所属しておりましてまあ昨日行われた明治安田生命 J2 リーグ第3節のザスパ草津群馬戦で今季初ゴールを決めて自分自身が持っている J リーグ最年長得点記録を50歳と14日に塗り替えたということなんですが。 あのー、かつてはイタリア、あ、失礼イギリスでもね、あのー、まあ、世界的にもこう、プレーをされていたこのカズさんですけど、あ,あ,あのー、イギリスの新聞紙、ガーディアン、カズヨシミューラが50歳で得点し、サー・スタンディ・マシューズの記録を破る、うん、との見出しで報道、えー。初代バロンドール受賞者であるイングランドの伝説的なフォワード、スタンディ・マシューズ氏について、1965年に50歳と5日、 というプロ最年長得点記録を自立していたと説明した上で、えー、三浦が五十歳十四日という新たな記録を打ち立てたと伝えていたということですね。で、またイタリアでもプレー経験なるうカズさん、ガゼッタデルロスポルト紙、藤の三浦 J リーグ記録の五十歳十四日でゴールとの見出しで伝えていたということですね。まあこのバロンドールって言ったらメッシとかクリスクリスティアン・ノロナウドとかが取っているあのバロンドールの 初代の受賞者のスタンディ・マシューズさんのまあ50歳と5日という最年長記録をまあ更新というかね更新したんだイギリスとまた J リーグとまたちょっと違いがありますけれどもまあでもでも世界的にも素晴らしい50歳で動いてるっていうこと自体が。 だから僕はもう本当にもう超平凡な意見ですけどすごいなと思って <laughs> 白髪が生えてからさ多分30代中盤から後半にかけていくら運動していた人でも肉離れとか怪我って絶対出てくるはずなんですけどそれをしないためそれにならないための準備っていうのが相当すごいみたいで、うん、ね何されてるのかなって思いません 毎日そのトレーニングだったりとかお食事とかも多分相当気にかけてるでしょうね。もうあのー、ちゃんと栄養とかさ栄養士とか<あ>その辺ちゃんと管理されてるみたいそうなの、うんちゃんとそういった専門の方もいらっしゃってってことですねすごいな50歳ってすごいなめっちゃすごいっすよねいやこれはもうサッカーやってる方からすると、うん、もうそのすごさがさらに分かると思いますよそうでしょうね普通に私たちから 見てもすすごいんですけど、うん、やっぱ実際にプレイされてる人がねことのすごさってもっと分かるんでしょうね重みとかもね。ねえだかこのカズさんがプレイしてゴールを決めることでその下の世代、まあ、もちろん後輩しかいないいじゃななですかうんなので,うで、ね、まあ自分の体力とかその悩みを持ってる方にとってもこのゴールを決めることであ負けてられないっていう気持ちになるんでうんもうサッカー界の多分底上げには 大きくつながるででししょうねう,ん、そうですねねそす素晴らしいまたこれから日にちが重なっていって、はい、で50歳と何日とかっていうね見出しが出てきますけど、はい、その都度またゴールを上げると、うん、さらにこう塗り替えるっていうことですからねまた見守っていきたいですね。はいさあということで今日の「アじクルターラジじ」を「熱中している」というテーマでやってきましたけれども <laughs> えー 店頭さんから、はい、毎年繰り返されるモーリーさんの確定申告のコメントといただきましたじゃ <laughs> 私このね、はい、あのさっきねあの、うん、ちょっとオフの時というか、うんまあ、CM 中ね改めてモーリーさんは今何に熱中してるんですかと私は聞いたんですよね聞きましたねそしたら5秒ぐらい固まってうん確定申告 WBC、まあ、その前に WBC って言って,、ね、言って失笑があったんで,で 確定申告って言いましたね,ね、うん、一応どっちにしてもどっちが前後しても、うん、めっちゃ今まで話してきた普通のコメントやんと思って <laughs> 私すごい言いましたからね普通のコメントって <laughs>、ね、死に普通のコメントっていやもう本当にね <laughs> 1>, 1年間を今見てる感じな,あなるほどねまあそうですよね、うん ガソリンにこれだけ使ってたのか高速料金にこれだけやってたのか ETC 入れた方がよかったんじゃないかとかいろんな反省と驚きがあるわけですよまあでも見直しするきっかけにもなるってことですよねそしたらね生活のねうんそれやらんとやっぱりねって思いますよはいそれに熱中していると最近あなたは松屋に松屋にパック 松にパックって何ですかうなんですもう単純にその名の通り松のやにでパックするんですけどどうな,どうなのえっとねなんでドロッドロの液体が、うん、あったかい液体が、うん、もうそれこそその正体なんですけどそれを顔全体に塗って、うん、で まあ固まるので顔全体に塗った後もすすぐサッと固まるんですね<う>でその固まったものを一気にブリブリブリって剥がすすんですよ<お>そうすることでもちろん痛いんですけど痛いんだ痛いだって毛も全部何もかも抜けるんですから、えー、痛いんですけどそれこそこの女性の悩みのくすみだったり毛穴開きだったりこの汚れ顔の汚れ全部取ってくれるから一回でめっちゃピカピカなるんですよ。 それに日中してるでも赤くならなないのるなる高天反応でめっちゃもうなんかそれこそガムテープで皮膚をビリってやった後のあの独特のジンジンした痛みとそれこそホテリ日焼けしたみたいになるそれって顔にいいんですかいいにうんいい逆にいいんですって松屋にパックぜひ検索して県内に一箇所しかないのであそうなんだ詳しくは私のインスタグラムで載せてるので見てみてくださいインスタグラムでまあしきさけで検索をするとそうですね 出てくるので、その様子をぜひご覧になっていただければ分かりました、今日のエンディングは、ザ・ドレフターズ、EU だな、あのなんで中本浩二さんと志村けんさん、加藤茶さん、高木ブーさん、この4名でまたドリフターズのテレビというかね、た多分特集だと思いますけど、やるらしいですね。 いいですね。毎日、まあ、放送とかのね、詳細わかんないですけれども、まあ、めでたいニュースだなと思いました。うん、さあ、月曜日のアジラジはこの辺でエンディングです。この放送は、社会福祉法人人福祉会、道塩保育園、花風美里保育園の提供でお送りいたしました。ここまでのお相手は、DJ モーリーと、サキーでお送りしました。この後は、捕獲問わずです。